昔の話を涙がこぼれそうな悲しい物語前から憧れてたあの人からの電話で土曜日のキャフェテラス初めて誘われたの私それは素敵な話その時を聞かせてめかし込んだ私の向かいに座った彼は真剣な眼差しで私に話し始めたの彼はなんて言ったのその先はどうなるの君の友達のことずっと好きだったんだお願いこの手紙を彼女に渡してほしいってなんてかわいそうなの見事に振られたのね早く元気を出して忘れた方がいいよねえねえだけど聞いてよ話の続きを何ドキドキワクワクする楽しい物語彼を諦めるためわざと笑顔ではしゃいで気がついたら二人は何時間もおしゃべりしてたそれは不思議な話その先を聞かせてねあの日の夜彼から再びもらった電話少しはにかむ声で私に打ち明けてくれた彼はなんて言ったのその先はどう